はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。ということです。はい。で、朝日新聞が要するになんか、新聞を値上げするというふうになったわけなんですけど、おいおい大丈夫かよっていう話ですね。はい。値上げしたらまた読者減るんちゃうかということになるんですが、私も考えてみたんですが、確かにこの方法以外は方法がないなという感じになってくるということです。はい。で、今現状からすると日経新聞ぐらいだと思うんですね。その日経新聞の記事が正しいとか間違ってるというつもりはないんですけど、日経新聞ぐらいがうまく電子化に合わせることができた新聞かなというふうには思ってるんですが、実はこの朝日新聞のこの値上げ問題っていうのは、非常にちょっと新聞単体で見た場合に非常に辛いものが出てくるかなというふうには思ってます。はい。で、まず順番にやってくるわけなんですけど、まあ簡単に言うと値段を上げたとします。まあ簡単に言うと値段の金額を倍にしてみてくださいって言ったら確実に読者数減りますから。確実に読者数減りますから。これちゃんと中学の公民とか習ってるわけない。値段が上がりました。でも読者数が減りませんって、そんなバカな話ないですからね。はい。ということになります。ただ、インフレなんだった場合っていうのは、値上げをしなきゃいけないってのはどうしてもあるんですけど、まだ、まあ、原材料費とか実は値上げしているとかいうふうに、値上がりしているとかいうのはあるんですよ、実際。まあ、原油価格なんかがもろに影響してるんですけど、原油価格とかも別にもろに影響してるから、値上げしなきゃいけないよねっていうのは、それはなんとなくわかるんですけど、これがですね、イケイケどんどんで、こう、販売網が広がってるときはいいんですよ。問題はこう、下がってるときなんですよ。売り上げがどん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 下がってるっていうような時になってる時っていうのは、これは辛くて、実は値上げしようにも値段が上がらないという、結構負のスパイラルの状態になってしまうということになるんですね。で、新聞業界というのをバーって考えた時に、まあ、ちょっと苦しくなってくるかなということです。はい。ただ私別に朝日新聞はものすごく嫌いなんですけど、はい。まあ、嫌いな理由は以前にもお伝えした通りですが、はい。ものすごく嫌いなんですけど、別にだからといってつ新聞業界全部潰れりゃいいとか、そんなことは思うつもりはないですし、別に朝日新聞潰れたからって別に私にとって何のメリットもないんで、言いますと。で、こういう業態で、今日はこの朝日新聞だけの話じゃなくて、こういう業態になってしまってるところは、ちょっと自分も注意した方がいいですよ。だから会社で、まあ、提案するで飲まれるかどうか分かんないですけど、その会社が要するに倒産しちゃいますよとか、いろんなことがありますっていう可能性があるし、自分がリストラされますっていう可能性もあるから、先手を打っとくとか、時代が変わってきたからちょっと違うことを対応しなきゃいけないですね、いうことですね。はい。朝日新聞今回値上げにまあ踏み切ったということになるんですけど、多分まあおそらく読者層が減るだろうということになるんですね。で、じゃあどの読者層が減るかっていうと、都会にいればというか、都会にいればいるほど多分離れると思うんですね。要は都会にいれば別にじゃあ朝日新聞じゃなくてもいいやってなるし、別に毎日新聞でもいいやとか、いやこの新聞にすればいいやってなるし、なんだったら要するに電子で要するに契約すればいいじゃんとか、他の電子に要するに乗り換えちゃおうっていうようなのがどん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 加速していっちゃうんですよ。で、ここが非常に問題で、実は。で、ここが非常に問題で、じゃあ新聞を取り続ける層って何かっていうと、高齢者が多いところになるはずなんですよ。普通に考えれば。で、高齢者が多いところになりますよね。で、ここが厄介なところ。じゃあ、高齢者が全員都心部にこう集まって、要するにみんな新聞読んでますよっていうんだったら、これ非常に楽なんですよ。販売網的には。東京に要するに老人が一極集中してますと。で、そこで要するに全部配りますって言ったら、そんなに要するに販売もいらないから、費用対効果として、費用対効果としてもコストもかからないわけです。ってなると、じゃあ新聞読み続けている層ってどこですかっていうと、地方に行けば行くほどっていうか、まあ、山奥に行けば行くほどとか、山と僻地に行けば行くほど多分新聞取ってる割合っていうのがどんどん増えてくると。なんでかっていうと、娯楽が要するに新聞やテレビっていうふうにどうしてもなっちゃうからね。そうすると地方ほど残っちゃうという現象が起こるはずなんです。はい。つまり、都心部の要するにところで比較的配りやすいところ、比較的配りやすいところは新聞がなくなり、比較的配りにくいところだけが、新聞が残ると。そうすると人件費やっぱかさむんですね、これ。人件費もそうだし、無駄が多いという状態になるわけなんですね。まあだから俺はまあそういうところに対して、まあはっきり言うと新聞各社とかはもう今から20年ぐらい前ですね、もうホリエモンとかが出てきた時代の時に、その高齢者のおじいちゃんやおばあちゃんを要するにインターネット使えるように持ってこうみたいなね。インターネット使おうみたいなね。はい。インターネット使うって、ほら、もう新聞もこうやってインターネットで見えるからって言ってね。新聞が、協力して、やれば、まあ、生き残れるんじゃないと思ってた派閥なんですよ、実は。
実はね、はい、なんですか、まあそれとは全然違う方向に進んでしまったなという感じになるんですけど、うん、だから取り込んじゃえばいいのにとか思ったんですけどね、ホリエモンとかを、はい、まあ、なかなかねそうもいかないんですよね、世の中ってね、なんかこうプライドとかもあるでしょうしね、はい、俺たちは今までこれやってきたんだから問題ねえんだってもあるしね、絶対、はい、ということになるんで、まあそれでも販売網が維持できないですよってなるんです。で、販売網が維持できないですよってなると、もうどうするかというと、販売網を維持するためには値上げをするしかないということになるんですね。で、じゃあその販売網として赤字のところを全部切り落とせばいいじゃないかっていうふうになるんですけど、これがね、これ切り落とせないんですよ。だってそこしか読んでねえから、そこしか読んでねえから、そこ切り落としたらじゃああと誰読むんだよって話になっちゃうから、なのでこういうのはもうちょっと辛くなってくるかなというふうには思ってますね。まあだから本当はね、もっと早い段階で、うん、なんか地方の、要するにね、お年寄りとかそういうふうなところに対しての販売網とかいうのは、まあ、でも今でももう多少やってるからね、はい、まあなんか経共同して、あのどの新聞のやつでも配れるようにしましょうとかね、まあ、合併しましょうとか、違うところの販売局ですが、共同でやりましょうとかね、いうふうなんで、まあ、やっていくしかないかなとは思いますが、まあ、多分このサイクルが多分止まらなくなるというふうな感じになりますからね、はい、で高齢者ばっかりが要するに読み続けますよっていうのが新聞の構造体である以上、平均年齢多分めちゃめちゃ高いんですよね、あの新聞って、はい、新聞って平均で購読してる層がめちゃめちゃ高いので、そうするとまあ高齢者とともに、要するにまあ年数を追うためにまあお亡くなりになる方も増えるので、まあ必然的にまあ読者がどんどん減っていくだろうなというふうな感じになりますね、はい、これはまあ変更報道とかフェイクとかももちろんあるんですが、変更報道とかフェイクとかっていうのもまあ構造的に不況になっていっちゃうよっていう業種の一つかなというふうには思ってます、はい、ということですね、はい、まあ、皆さんもいろいろと頑張ってください。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。